銀節の章、果敢の節、先人の帝都。新政軍はメリセウス要塞の占拠に成功。しかし勝利を喜ぶ間もなく、天空より飛来した光の杭によって要塞は半壊してしまう。撤退を余儀なくされた新政軍はガルグマクまで退却。侵攻を断念したかのように装いつつ、その裏で帝都奇襲の準備を進めていた。帝都アンバル侵攻の準備は着々と進んでいるそうだ。全て整ったところに我々も駆けつける手はずになっている。それまでしっかりと英気を養っておいてくれ。それとレアが帝都に囚われているかもしれないとの情報が入ってきた。情報の出元が不確かで信憑性に欠けるが、可能性は捨てきれない。心に留めておいてくれ。ああ、絶対に救い出そう。いよいよ帝都アンバルですか。とても懐かしいですわね。あれ、フレンって帝都行ったことあんのか。ええ、まあ、ずいぶん昔のことなのですけれど。ずいぶん昔って、子供の頃か。よく覚えてんな。帝都にはミッテルフランク歌劇団の本拠である歌劇場もあるの。歌劇団のみんなが無事に戻ってこられるといいけど。帝都には歴史ある建造物がいろいろあるもんね。心配だよ。人より建物の心配ですか。あなたっていつもそうよね。いやいや、人も心配だよ。僕の父も帝都の宮城にいるだろうし。多くの人が住まう都ですから、なるべく犠牲が出ないといいのですけれど。エーデルガルトさんは犠牲を厭わない人だから無理だと思う。きっとどっちかが滅ぶまで戦うことになるよ。ベルナデッタ、事実としても不吉悲観よくありません。私たち全力彼女倒します。強敵です。心配余裕ありません。ああ、その通りだ。我々の奇襲が成功したとして、それでもなお五分と五分以上の戦力が帝都には待ち構えているだろう。犠牲は少ないに越したことはないが。だとしてもエーデルガルトさんと同じ部隊で戦ってはいけないと思いますわ。私たちはエーデルガルトさんの道を、やり方を止めるために共に戦うことを選んだのですから。そうではなくって、うん、フレンちゃん、そうだね。頑張らなきゃね。そうね。エーデルちゃんとは違う道か。だが彼女は止まらないだろう。撃つしかあるまい。覚悟決めます。フレンの言葉、勇気素晴らしいです。よし、今の俺ならあいつをぶっ倒せる気がするぜ。まあ、やることやらなきゃいけない場面だとは僕も分かってるさ。先生ともお兄様とも力を合わせて、誰一人欠けることなく勝ちましょう。ぼちぼち大詰めだな、先生。レア様も私が現れるのを今か今かと待ちかねてることだろうね。
思ってないだろ。気を使うなよ。レア様が待ってるのは私じゃなくてあんただろうさ。悔しいけどね。身についてきたようだ。10年前ダグザ・ブリギット連合軍が西方から帝国に攻め寄せた時、その最終目標は都であるアンバルだったと聞いている。だが連合軍は帝国内に侵攻どころか水際の港湾都市で迎撃された。それに比べれば私らの進撃は順調そのものだろうよ。先生、テートには多分私の母もいるんです。あんまりいい思い出はないですけど、でも父よりは全然大事なので戦いに巻き込まないでください。お願いします。文化で戦場には絶対出てこないはずですけど。ありがたくいただきます。身についてきたようだ。歌劇団の演者は入れ替わりが激しいけれど、裏方はずっと働き続けている人が多いの。私の頃から歌劇場で働いている人が今でも裏方にはたくさんいるはずよ。彼らはもう避難したのかしら。心配だわ私。はい、実はエーデルガルト様、5年前私言いました。ブリギット、帝国の属国けれども戦争どちら味方するか私決める、自由しなさいと。私ブリギットの王となる者、自身の道自身で選びなさいと。そして彼女の道、私の道、いよいよ激突するします。感謝します。俺の親父と顔を合わさずにテートまで行けそうでホッとしてるぜ。怖えに決まってんだろ。実際帝国軍も親父のいるとこだけは負けてねえしよ。テート攻略中に親父が増援できちまったら負けを覚悟するな俺は。次はテートが戦場になるんですね。歴史の長い由緒ある町ですけど、一回くらい外人に帰してもいいかも。あ、でも平民に被害が及ぶのはダメです。貴族街のあたりだけ燃やしてください。おお、いよいよ帝国との決戦。長く厳しい戦いだったな先生。必ずやレア様を奪還し、
皇帝を、団長の仇を討ってみせよう。まあその後のことはまたゆっくりと考えればよいのだ。身についてきたようだ。セイロスの町とまで言われたアンバルに騎士団と共に攻め込むとはね。セイロスが生きてたらどんなことを思うんですかね。昔はアンバルにも南方教会というものがあって、司教が派遣されてたみたいですし、100年以上前だったかな、南方教会を巻き込んだ大きな内乱があって、それ以降5年前まで帝国と正教会は微妙な距離感を保ってきてたんですよ。おい、アンバルのどこかでレアは君の到来が近いことを感じ取っているだろうか。レアを救い出せたならば、おそらく君は隠されてきた多くの真実を知ることになる。その覚悟はできているな。よし、それでいい。間もなく出撃だ。私も最善を尽くす。君もしっかりと準備しておいてくれ。アンバルか。あの町には苦い思い出が詰まっている。故に我が輩は帝国貴族の地位を返上してからずっと避けてきてね。ああ。だがこうしていざ戻るとなると格別な思いがあるな。もうすぐレア様に会えると思うと掃除にも気合が入っちゃいます。きっと会えますよね。レア様、帝都で先生のこと待ってます。必ず見つけてあげましょうね。ここまで来たな、先生。私は帝国を愛している。帝国にはどのような形でも残ってほしいが、それも無理な話だとは分かっているよ。帝国は長く続きすぎた。ここに至ってはフォドラ全土を統一して治めるような偉大なる王が必要だろう。それがアドラステアの皇帝でないのは少し寂しいがね。私の教会でお父様とお母様が出会い、私が生まれましたの。そんな大切な場所で戦争だなんて、悲しいことですわね。帝都奇襲の準備を整えた新生軍はガルグマクを進発。途中あらかじめ帝国領内に密かに潜入させていた兵たちを
次々と吸収して南下すると、帝国軍に迎撃の暇を与えず、アンバル市街へと突入する。見えてきたか、フォドラ最大の都市テート・アンバル。アンバルの最も奥には皇帝の住まう宮城がある。レアが囚われているとすれば、それは宮城の中だろう。一気に市街を抜け、宮城を制圧し、エーデルガルトを撃つ。テートに敵が現れたとなれば、別方面に展開していた軍も急ぎ帰還する。時間も戦力も余裕はない。レア様、どうかご無事で。これより伏せていた兵をまとめ、アンバルに進攻する。いらっしゃいませ。またのご来店を。市街の帝国軍を率いているのはヒューベルトと死神騎士のようだな。かっこ撃破している余裕はない。軍を分けて同時に両人を撃つぞ。来ました、炎の紋章の軍機です。すでに運河のすぐ向こうまで来ています。望まぬ訪問客であろうとも、艦隊するのが私の務めですから。投石機各砲台、攻撃の準備を急ぎなさい。石や矢、魔法の雨を降らせ、敵を沈黙させてやりましょう。永遠に。それに間もなく増援も飛来します。それまで砲台を死守するのですよ。戦場を広く見なくては。信じる者のため。はあ、これで戦況が動く。掃除に行くぞ。あと何度戦えばいいのかしら。引きこもれないよう変えなきゃ。戦場に立つ以上、覚悟はできている。うまく指揮してくれ。支援感謝します。さあ進みますわよ。嬉しく思います。先制奇襲有利思います。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。フッ、その程度で後悔しな。湧き立つ血は抑えられないね。
私が力を振るう目的はただ一つ。狙い通りに進められているな。この力、皆のために。狙いどころはこの辺か。戦争が終わったら、私強くなるたびにまた戦場へ。その繰り返しね。Come on.
私に勝とうなど少子。いやすごいですね。これで指示に応えやすくなる。この戦場やるな。油断しない方が良さそうだな。邪魔はさせん。到着しましたか。第二陣以降も間もなく現れるでしょうな。帝国軍の増援が続々と到着しつつあるようだな。先に投石機と砲台を奪っておけば増援にも対処しやすくなるが。
謝します。戦場に立つ以上、覚悟はできている。私は一歩も引かない。だが、これも未来のための一歩。ダメだな。これでは焦ってしまう。私も行くか。なければ生き続けられないもの。生きるためとはいえ力ばかり。憂鬱ね。私もまだ成長の余地があるのか。別方面からの増援も間に合いそうですな。用意ができ次第逐次投入するように。はっ、見えた。ちょっと、
最初から結果は見えていた。これで指示に応えやすくなる。許しはいらない。これが戦いだ。
ありがとう。私が力を振るう目的はただ一つ。その程度。これもレア様のためだ。貴様などに用はない。もう一暴れしたくなるね。この力、皆のために。戦争が終わったら、私いいぞ。これでヒューベルトを残すのみとなった。重要戦力の損失を確認、増援を急がせなければ。
ない世を変えなきゃ。助かる。ありがとう。何においても勝つのが大事よね。人殺しの経験が私を成長させる。はい、これでいける。強くなれた。戦争が終わったら、私ダメだな。これでは焦ってしまう。未来のためも悪くない。傭兵にとっちゃ力が全てだ。ご活躍ですのね。
貴殿だけは、やはり貴殿だけは始末しておくべきでした。我が生涯で最大の汚点、せめてここで拭わせてもらいます。よし、恐れ入りました。その程度、これが私の生き方だ。今の私の舞台はこの戦場。なければ生き続けられないもの。ベルなんてダメなのかも。
秘伝を殺したところで戦局に何の影響もないのが惜しいですな。これで市街を突破できたな。引き続き球場への進行を急ぐのだ。